よろしくお願いします。日経平均は値下がりしましたね。はい、昨晩発表されたアメリカの住宅着工件数が市場予想を下回ったことに加えまして、トランプ政権の機密情報漏洩疑惑が嫌気されてニューヨークダウが伸び悩んだことが相場の重荷となりました。トランプ政権の情報漏洩疑惑につきましては、先日の FBI 長官解任と合わせ、野党民主党のみならず与党共和党内からの反発を招く恐れがあります。市場が注目しているオバマケア代替法案や法人税減税税制改革案の審議に影響し、昨年の大統領選挙後に高まったアメリカ経済の成長加速期待が後退する可能性があります。ただ新興国を含む世界的な景気持ち直しや円安ドル高を受けた国内企業の業績の大幅改善の期待は根強く、積極的に売り込むような動きは見られませんでした。